3週にわたって、ホットプレート企画をお送りしてます。お父さん仕切りのホットプレート、残さないぞチャーハンっていうね、焼きすぎちゃったお肉とか、野菜も焼きすぎて誰も手つけないとか、こうかわいそうな食材がいるので、それらを救ってさらにお腹を満たして満足で終わるホットプレート料理。残り物ね、具材がね、残り物感がないですね。皆さんこんにちは、今週のごちそうさまチャンネルは、3週にわたって、ホットプレート企画をお送りしてます。今日はですね、お父さん仕切りのホットプレート、残さないぞチャーハンっていうね、はい、どうしてもホットプレートで焼肉とかやると、お肉ちょっとね、焼きすぎちゃったやつでもう誰も手つけないとか、野菜も焼きすぎてしなっとしちゃって誰も手つけないとか、こうかわいそうなね、食材がいるので、それらを救ってさらにお腹を満たして満足で終わるホットプレート料理、残さないぞチャーハンでございます。では早速やっていきます。まず焼きすぎちゃったお肉など、まあ普通にお肉余ったら残さないぞチャーハン普通にできるんですけど、残ってるもの何でも入れて大丈夫。これからタレがですね、焼肉のタレ使います。お家で使ってるもので結構です。それに焼肉のタレだけだとちょっと味ぼやけやすいので、お醤油少し、それから豆板醤で、玉ねぎは多分焼肉やるとなったら玉ねぎあると思うんですよね。で、卵、ごま油、それから塩コショウとレモンですね、はい、あとご飯。そういうわけでやっていきますね。まずこの子たちとっても熱いので、ちょっと取っちゃいます。あーかわいそう、もう絶対食べられないやつですねこれね、かわいそうにね。食べれない、食べれますけど美味しくないですよね、はい、先に玉ねぎ切っちゃいますね。でみじん切りします。はい、そしたら、食べれなくなった野菜とお肉くんたち、これ切っていきます。でちょっと焦げててもむしろロースト感が入って結構深みのあるチャーハンになるので、まあ、それもいいかなと思いますね。この辺もね、適当で大丈夫です。まあ、5ミリ角とか1センチ角とか。ああ、すっかり油が抜けてビーフジャーキーみたいになってますね。そのぐらいでも美味しい。全然大丈夫です。はい。で、ピーマン。できるだけ捨てたくないですもんね。なんかね、こうなったら絶対だって食べなかったら捨てちゃうでしょ。ね、やっぱ食べ物にやっぱり感謝の気持ちを持って最後まで美味しく食べてあげるってね、大事ですよね。じゃあタレ混ぜておきます。焼肉のタレ、ここにお醤油から豆板醤ですね、ちょっと辛みで。お子さん、小さいお子さんいらっしゃるね、ご家庭は豆板醤もう少し減らしてもらって、ちょっとアクセント的には少しあった方がいいと思いますね。辛みを感じない程度に少し入れると。から火をつけます。で、油このぐらい今出てるんですけど、これってまあラードに近いわけですよ。牛脂かラード、まあ、鶏の油の場合もあるんですけど、これも旨味の一つなので香り程度に少しごま油足します。で、熱々からスタートするっていうのがポイントですね。はい、煙できました。そしたら卵混ぜません。こうなったらここで潰します。こうやって潰したらすぐご飯です。でこうギュギュ押し付ける、ここはチャーハンの下りと一緒ですね。お願いします。卵がご飯に染みた状態になっているので、これをちょっと混ぜながら繰り返す感じですかね。でもいいですよね、お父さん仕切りのホットプレートつって、本当にお父さん仕切りでホットプレートやったら、まあ喜ばれますか ね。僕なんかもう当たり前ですからね。ありがたみをもう感じてくれなくなって、いやそんなことは結構見てるらしいので、ちょっとねそんなことは言えませんけど、ね、本当はちょっとあれもっとリアクションが欲しいか。いやまあでもいいんですよ、はい、もう幸せなんてそんなもんですから。感謝を要求するなと。その手前でも幸せだからです。はい、卵とご飯混ざりましたね今ね。そしたらさっき切った残った具材混ぜちゃいます。
ヘラをね、こうやって乗せてこういうふうに崩す感じですかね。全体混ざったら、まず真ん中開けます。真ん中開けて、ここでさっき混ぜたタレを一回濃縮させるんですね。じゃあ、このぐらいですかね。最初サラッとしてるんですけど、だんだんトロッとしてくるんで、こうやった時に鍋肌がこうバーッと見える感じ。こうなったら混ぜていきます。ちょっとね、まあ、焼肉のタレ自体にコチュジャンとか入ってるので、ちょっと石焼きビビンバっぽい味なんですよ。ムラのないようにちょっとね。そしたら生の玉ねぎで、これがね結構味のアクセントになりますね。甘さよりもちょっとなんていうかな、辛さというか。でこのまますぐ食べてもいいんですけど、まあ、あのお好みでちょっと牛油押し付けて、それこそ石焼きビビンバみたいに焼き目つけて食べるっていうのもおすすめですね。ちょっと味見します。で味を見て、ちょっと塩分足りないようだったら塩して、で、胡椒をさらに。もう一回混ぜます。ちょっと焼き目がね、こうやってね、出るんですね、これね。最後に、まあお好みですね。このままでも十分美味しいです。で、やっぱりね、お肉たくさん食べてきて、ちょっとこう、重いかなっていう時に、やっぱりレモン効きますよね。最後には。はい、完成です。はい、じゃあ温かいうちにいただきます。こうやって盤面いっぱいに並んでるじゃないですか。どこから取っていくかで結構性格出ますよね、これね。真ん中から取るやつってのはやっぱりちょっと無神経だと思いますね。え、僕は端から絶対取るんです。こうやって真ん中から取っていくの。僕は真ん中から行くんです。あー、でしょうね、やっぱりね。え、それはよくわかるな。それは端っこから行くのはちょっと男らしくなくないですか。いやいや、男らしいとか男らしくないとかそういう問題じゃないですよ。そういうことないです。あれでしょ、すき焼きもお肉から行っちゃう人でしょ。すき焼きお肉から行く。みんなで食べるのにこうお肉バーンって持てちゃう人でしょ。お肉いきます。ああもうダメだ、相性悪いわ。いただきます。うん、うまい。うん、うまいよね。残り物ね、具材がね、残り物感がないですね。でご飯をちょっと押し付けて香ばしくなってて、で豆板醤も入ってるんで辛みもしっかりあって美味しい。うん、ちょっと焦がした焦げ目がこうウイスキーのちょっとスモーキーさに合いますね。またね、うん、そういう良さもありますね。さあ3週にわたってお父さん式にのホットプレート企画やってまいりましたけど、まあ1回は1週目2週目3週目を全部揃いでやる。でその2週目と3週目の間に普通にお肉焼いて食べて、で最後にチャーハンやるっていうね、はい、そういう立て付けでぜひ一度やってみると非常に満足のいくホットプレートを楽しめるんじゃないかと思います。お疲れ様でした。